どうも、キスケです。今回は、またしても新キャラ情報が公式ツイッターで、ツイートされたということで、そちらをちょっと、思考、僕の予想と、解説を踏まえたり、リプラン見てこういうキャラクターが予想されてるなっていうのを今回ちょっとこの動画でまとめて紹介していこうと思います。はい、ちょっとね、久々の休みで、ついさっきまで寝とったんですよね。おい、いつまで寝てんねんって感じだけど、ちょっと寝起きでね、ろれつが回らなかったりしたらちょっと申し訳ないんですけど、ご了承ください。すいません。はい、ということで、ドラゴンボールレジェンズ公式からこのような、今画像出てると思うんですけど、数式が、ツイートされました。以前とかにも、よく似たツイートがツイートされてて、例えば前回だと、器が紫の、シロップがイチゴと、なんか青色ブルーハワイのかき氷の画像で、ヒットとブルー海洋犬悟空が登場したと。はい、でその前とかになってくると、人造人間13号であったりとか、バレンタインの時にこうチョコレートの並び方でこう名前を作ったりとか、なんかそういうね、結構分かりやすい、ツイートだったんですけど、今回はこのような結構難しい、数式になってます。これ解いた人いる？ちょっと僕寝起きではもう解けません。なのでちょっとリプラン見て、こういうキャラクターが多いなっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。はい、一番多かったのが、スーパー17号です。数式の答えが17らしいんで、17号だろうということと、で数式の答えが、なんか 5.94 かな、そういう人もいて、そう 5.94 だと、悟空4ということで、スーパーサイヤ人4の孫悟空が登場するんじゃないかと。でもう一つが、こんな難しい数式はあのキャラクターに解かせようということで、学者ご飯が、候補に上がってます。基本的にはその3つかな。その3つが多いと思うんですけど、僕の予想っていうか、多分ほぼ確実に当たりの予想が、スーパー17号です。はい、まずね、数式の答えが多分これ17が一番多かったんで17だと思うんですけど、17だと考えて、この枠の色ちょっと見てもらっていいですか。黒色とちょっとベージュがかった、からし色みたいな色だと思うんですけど、じゃあこれ何を意味してるかというと、これだと思うんですよね。はい、ドン。はい、これでしょ、完全に。こちらの画像はドラゴンボール GT の画像なんですけども、今この世にいる17号と、あの世で作られた新17号ですよね。服の色が完全に黒ともうベージュ色だと思うんですよね。でもう一回ちょっと数式の枠組みちょっと見てもらいたいんですけど、はい、完全でしょ。もう僕はこれ以外正解はないんじゃないかなっていうぐらい、信憑性があるんじゃないかと思うんですけど、じゃあなぜ17号だと思うのかっていうと、まず、17号よりかは少ないんですけど、2番目ぐらいに予想の声が多かったスーパーサイヤ人4の孫悟空なんですけど、さすがに早いっす。さすがに早い。ドラゴンボールレジェンズというゲームは、売り上げ的に見ても全然別に、右肩上がりなんですよね。全然売り上げも落ちることなく普通に売れてるゲームだということで、そんな急いでスーパーサイヤ人4出さんでもいいんですよ。いいんですよね。で、スーパーサイヤ人4出すなら、もっと、2周年記念とか、クリスマスとか正月とか、その辺の、イベントで確実に出てくると思うので、まだ早いっすわ。さすがにね。はい。で、学者ご飯なんですけど、ないだろう。
いやもう完全に予想ですけどね。で、上の数式と下の数式が、まあ、全く同じなんですよね。まあ、で枠組みが違うということで、まあ、これほぼ確実だと思うんですよね。今この世にいる17号とあの世にいる新17号、まあ、枠の色で区別するけど中身は一緒ですよみたいな、だからそういう予想があるので、まあ、僕個人的な予想だとスーパー17号が一番信憑性あるかなと思ってます。はい。でこういう予想のツイート、何かを匂わすようなツイートで、1体だけしかキャラが追加されないっていうことはなかったですよね。あったかな、13号の時がそうやったっけ、ちょっと覚えてないんですけど、前回だとヒットとブルー海洋剣国でバレンタインの時は結構ちょろちょろ出てきたし、まあ、2体ぐらいいるんじゃないかなと新キャラ思うんですよね。だから新17号と、まあ、あの世で作られたね、あの世で作られた、まあ、ロングコートを着てる17号と、あれですよ、スーパー17号、まあ、その2体が追加されるんじゃないかなっていう予想はあります。はい、楽しみですね。でやっぱり気になるのが、まあ、スーパー17号の性能ですよね。あいつね、手袋に、まあ、手のひらに、19号と20号と同じく、なんか、射撃を吸収するポッチがついてるんですよね。エネルギーを吸収するポッチがね。はい。なので、まあ、確かにレジェンズのゲームだと、まあ、なんか、カバーチェンジした時に打撃を弾き返すっていうキャラクターは結構増えてきましたけど、ベジータとか、違うわ。ベジットとか、合体13号とか、緑のブロリーとか、まあ、その辺は増えてきたんですけど、射撃を吸収するスパーキングキャラってもういないですよね。いないでしょ。まあ、ゴッドベジータが、まあ、吸収するって言ったらちょっとおかしいな話になっちゃうんですけど、まあそれぐらいで、スパーキングではいないんですよ。まあ19号と18号は置いといてスパーキングじゃないんでね。なのでそろそろこのタイミングでスパーキングとして、PVP で戦えるキャラクターとしてこう射撃を吸収するキャラクター出してあげてもいいんじゃないかなって僕は思います。まあ強いでしょうね、射撃を吸収するとなれば。まあ、射撃を吸収してこう回復したりとか、まあ、19号20号の射撃吸収の仕様だと、まあその追撃はないですよね。追撃はないんですけど、相手のコンボを、射撃からこう止めれるようになるっていうのはだいぶ強いと思うし、なんなら、スーパー17号が射撃吸収のカバーチェンジを持ってるのであれば、合体13号と組み合わせてあげるとだいぶめんどくさいことになると思うし、打撃もダメ、射撃もダメってなると結構めんどくさいですよね。まあその辺は山間にはなっちゃうとは思うんですけど、まあそういう戦術も一つ追加されると。で射撃吸収したらちょっと体力回復するよとかね、まあそういう性能にしてくれると、あ、なんか人造人間っぽいなみたいな、感じがありますよね。はい。でこのタイミングでスーパー17号が追加されるとなると、まあ、GT 編が、まあ、また再開すると、ガシャ GT 編結構ねもうそろそろ流れるように来るかって思ったんですけど、割となんかピタッと止まっちゃったんで、まあこのスーパー17号を境に、まあベビーとかね、ベビーとかその辺が登場してくれるとまたレジェンズは盛り上がるんじゃないかなと思います。まあもちろんスーパーサイジン4もね、で僕結構 GT 編好きなんですよ。賛否両論ある、まあアニメだとは思うんですけど、僕は結構好きなんですよね。なんかもう最後にスーパーサイジン4のゴジータとかが持ってっちゃうみたいな、で最終的に元気玉で決着つけるみたいな、なんかすごい王道に沿った、まあ、シナリオですよね最後の辺は。なので結構好きなんですけど、好きだからこそちょっとね GT 編のキャラクターをもう少し出してほしいかなっていう感じはあります。はい。まあ、皆さんの予想はですね、
何ですか、うん、僕はスーパー17号だと思います。で合体戦士なのかどうかっていうのもちょっと謎ですよね。一応あれ17号と17号が合体してスーパー17号になってますから、まあまあまあ合体戦士でも違和感はないかなっていう感じはするんですけど、まあその辺もちょっとコメント欄でね、僕はこういうキャラクターを予想しましたとか、こういう性能だと思いますとか、そういうのをコメントで残していただけると嬉しいかなと思います。はい、ということでよろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんでよろしければフォローもお願いいたします。それではよきドラゴンボールライフをバイバイ。If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head, it was empty.